間の副社長ですね。そしてその後アクサ生命というね、世界でナンバーワンの保険会社を立ち上げた中川清道さんというね、化け物がいたんですよ。私前職でお世話になりました、その方にね。まあ中川さんがナンバー2にいた。そしてね、常務取締役に田中博さんという方がいます、ね、この田中博さんはですね、アリコジャパンを韓国そして香港に、ね、切り開いていた張本人ですよ、ね、世界にアリコを広げた人です。で現在その田中博さんは我々の今和み共済協同組合の、ね、組合の理事長をやってもらってます、ね、で藤野長次はアリコジャパンでですね、ただ社長の息子なんじゃないですよ。彼も非常に面白いことだった。保険をですね、インターネット上で売るということを仕組み化したのは彼です、ね、要は保険はその当時人から人に販売するものだった、ね、ところがインターネットの中でいわゆる DM そして CM あとはクレジットカードこういったところと提携をして人を介さずに保険を売るという方法を作ったんです。それが藤野長次です。で彼がやったセクションの中で年間の保険料収入、ここに書いてあるんですけど800億円って書いてある。年間の保険料、彼が一つのセクションだけで800億円の売り上げを上げてる。800億したらね、中堅の保険会社が1個できてるぐらいですよ。ここに800億円って書いてあるでしょ、ね、彼は一人でそれを成し遂げてる、ね、それが今回うちのオーナーになってくださってるということですね。ですからもう全て今回僕らは保険のプロでこの会社を立ち上げてます。だからご安心していただきたいなというふうに思います。あとはですね、ここに書いてありますね、うちのほうがね、1000億円の企業を目指すって書いてあります、ね、これ1000億ってね、僕らにとっては通過点です。わかりますか。我々 ね、マルチレベルマーケティングっていうネットワークビジネスという販売形態でやってるんですけど、もともと僕らはね、アリコとかアクサってね、世界ナンバーワンの保険会社のスタッフです、僕ら。いいですか。で、なんでネットワークビジネスにしたのか、簡単ですよ。いいものを安く早く遠くの人に届けることができる、ね、ただそれがマーケティングでただやっただけの話です、僕らはね。で、じゃあネットワークビジネスでよく比較されるんですよ。じゃあネットワークビジネス業界で今1位の会社ってどこか知ってますか。皆さん起きてる？どこですか。日本で1位のあれですよ、ネットワークの会社。そう、アムウェイという会社聞いたことありますね。アムウェイさん知らない人いないでしょ。あ、じゃあアムウェイの売り上げっていくらですか、年間の。もう1000億切ってるでしょ。950億ぐらいですよね。あれが世界でいいですか、日本で1位ですよ。で、僕らのその1000億って通過点なんですよ。なんで僕ここまで言うかというと、30兆から50兆円市場があるんですよ、この保険市場は。だから僕らがこの30分の1を取っても1兆円です。大した市場を取ってないです、僕らは、ね、ですから1000億っていうのは通過点だというふうにご理解してください、ね、それだけこれから大きな企業を皆さんと一緒に作り上げていくということですね、まあ、そういう会社の我々の大きなビジョンがあります、ね、でさらに、海外の事業拡大を目指しますというふうに書いてあります。これ今回僕らはですね、 WIS 株式会社 WIS って書いて WIS 株式会社というふうに呼んでください。一番最初のは W はですね、これワールドという意味を持ってる、ね、これから僕らはね、日本の市場だけじゃなくて海外市場も、ね、事業の展開をね、広げていきます。日本の市場はほぼ僕ら3年でビジネスは完成すると思ってます。だからあとね、今9ヶ月過ぎてるんで、あと2年です。あと2年である程度日本の市場は勝ち得るなというふうに僕らは思ってるね。まあ1000億円なんかはもうそこで通過点はもう突破してるかな。でその後海外の方の事業展開をします。2018年から、準備をして入ろうと思ったんですけど、ちょっとね、もうちょっと早く行きます、ね、なぜかというと今回うちのオーナーからですね、この我々の日本のこのビジネスを代理店1年間で1万6500人、これをまず日本の市場で獲得しようということで、実は僕ら昨年の11月の6日立ち上げたんですよ、ね、ところが9ヶ月で今何人になってるのって言ったらですね、実はね、3万5000人なんです。もう倍以上です、僕らの今までです、予測の数字は。それだけね、ものすごい急成長している会社です、ね、まあ、それだけ多くの方々に、まあ、非常にね、採用していただいているな、まあ、喜んでいただいているなという結果なのだろうというふうに思います。ですから、まあ、日本市場は早く、まあ、3年くらいで抑えて、その後、海外の方に事業の展開をしていきます、どういうところ見ているのさ、インド、シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、ね、まあ、こういったところをね、僕ら今、事業、なんていうかな、保険ってね、ANP っていう、難しいかな、年間の保険料、ね、ANP っていう言い方があるんですよ。世界でどれだけの人たちが保険をかけてるのって、
そして世界の保険でそこの国がどれぐらいの ANP 年間の保険料をかけてるかというデータは全部出てる。そしてそこにいる人口で割るとどうなったかというと、1人当たりの掛け金というのが見えてくる。そしたら世界で一番高い国って知ってますか？どこか生命保険、うん、そう日本だったんですよ。違うんですね今ね。世界の浸透率で一番国の中で生命保険が9割をもう超えたんです。そして世界一高い保険料を払ってる国があるんですよ。どこだと思いますか？これ台湾なんですよ実は。台湾ね、それだけね保険のニーズがある、ね、ですから僕らは一番最初もう台湾から攻めます、ね、もうなぜ高いんですから半額の保険をそこで提供すればいい、ね、もう非常に至っても考え方シンプルです僕らは。それで現地法人を立ち上げて、まずそこで成功させる。でその後は同時多発的に世界のいいですか国に我々の共通のカンパニーを立ち上げる、まあ、それを僕ら目指してますので、一番最初にワールドというのを掲げている。で2番目がイノベーションです。これは革新とか改革とか、ね、そういう意味ある。結構激しいですね、革新とか改革という意味合いはですね。もうねこれからね皆さんね地球市民という感覚になってほしいんですよ。日本人という感覚はもうやめた方がいいですよ、ね、70億いるんですこの地球に。でそれがその70億人がこの地球の資源を奪い合ってる。ですから利権そういったもので戦争してますでしょ。そして奪い合うとどうなるかちょっと足りません、ね、でもね分け合えばね余るんです。資源というのをねこれから限りある資源を我々はどういうふうにこれから21世紀考えていかなきゃならないか、ね、その時に僕らはどうやって世界を結びつけるのしたら人の命の保障なんです。分かりますかね。世界に僕らは命の保障を作って、そして世界をそれを結びつけていく、ね、これはね保険でしかできない、ね、これはいろんな国文化や、ね、考え方の価値観の違いというのもあるんです。ところがね人の命って共通でしょ。子は親を大事にするし親を子を愛するわけですよ。この考え方というのは世界共通、ね、ですから僕らは人の命の保障の事業を世界に広げていく、ね、ですから2番目にイノベーションで革新とか改革というのはそういう意味で、ね、つけてある。で最後の人はこれスマイルです。これは誰か我々の代理店です。関わる人たちの皆さんの笑顔です。僕らは今回この会社を立ち上げるときにうちのオーナーに言われたんですよ、ね、エージェントにたくさん収入を払ってあげる会社を作らないかというふうに言われました、ね、全くその通りで僕も賛同させてもらって創業メンバーに入れていただいて今事業をしています。で僕らもですね当たり前です、私利私欲ってあるでしょ皆さん。人間にはですね欲ってあるんですよ。例えば食でも欲ですよ、性でも欲、いいですか、お金も金欲です、ね、でこの欲ってね誰もがあるんですよ。でも僕らは事業を運営する上ではですねできるだけこの欲をね僕らは打ち消す。分かりますか、打ち消して多くのエージェントさんに幸せになっていただける、たくさんの収入を取ってもらえる会社、ね、それを作ろうということで最後はスマイルにしたんです。これは皆さんで笑顔、それが見れるために僕らの会社があると、ね、そして僕らの会社のマークはこのロゴマークに全部思いを実は込めてあるんですよ。これ皆さん何に見えますか、これ何に見えますか、そうですね地球に見えるでしょ、ね、でこのね地球からここのねこの丸いところを何させているかというとこれ僕の生まれたところなんですよ。これね北海道です。僕どさんこなんですよ。でここ北海道さ、この辺に青森とか秋田が見えてきませんか、ね、分かります、こっちの方に茨城、そしてここに東京で、ここ大阪です。でここが四国に見えませんか、なんかねここからずっと日本地図がこうやって見えるでしょ。分かります、で無理やりごめんなさい九州沖縄にしちゃったんですここに日本地図が隠れてるんですよ。分かります、そしてこの日本からこう世界を一周してるんですよ、ぐるっと、ね、僕らは世界進出するという意味合いです。それで今回ロゴマークが全部作られているということですよ、ね、僕らの思いはロゴのマークにも全て入っているよということです、まあ、そういうことを皆さんと一緒にやっていきたいというふうに思います。あとは、これから21世紀はですねもう建設的な世紀にしなきゃいけない。社会に貢献する企業が21世紀を、ね、これからリードする企業になります。今までは利益を上げる会社がリードしてきました、ね、その結果どうなったかというとお金で物を判断する人間があまりにも増えている、ね、ですから優しさを忘れるような人間がたくさん増えてしまった、ね、お金で価値を決めるんですから、ね、でもそういう時代はもう終わったんですよ。これからは
いいですか、世のため、いいですか、人のために役に立つような人間で、役に立つような企業になっていかないと、これから21世紀はね、評価されない時代になる。ですから僕らは、ね、出た利益は、ね、社会に還元するということでした。そしてここに参画するエージェントの皆さんも全員参加で私たちはやりたい。ですから、代理店の収入が皆さん10万円超える人、ね、これは 3% です。で、50万円超える人 5% ですから、この大分県から10万円や50万を毎月もらう人、ここからいっぱい出ると思います、ね、そしたら皆さんも 3%、5% 毎月僕らに寄付金を協力してください。僕らはあとは会社の利益を上げることによって1年に1回いろんな団体に寄付をさせていただきます。で、僕らの、寄付先はどういうところがあるのと言ったら、僕はね、8年前から一緒にね、この活動してる、実は一人の女性がいるんですね。有田道夫さんという方は知ってますか？再対決国際患者支援の会の理事長さんです。このおばちゃんです。このおばちゃんですけど、このおばちゃん。このおばちゃんの横にいると誰か分かるんですか？誰ですか？ちょっと似てますね。間違えますか？これね、山中伸弥先生です。iPS 細胞ね、ノーベル賞を受賞された方です。で、今回ね、僕らね、この団体に寄付をしてるんです。再対決国際患者支援会。皆さんね、へそのって知ってますか？赤ちゃんのへその。この中にはね、造血幹細胞という血液があるんです。で、実はこの血液は白血病を治すことを知ってる。で、それをね、今まで骨髄という、ね、考え方しかなかったんです。それを再対決という概念を実は日本に広げた女性です。で、ずっと僕もこの支援を携わってきましたから、で、まあ、もう昔からよく知ってるんですけど、8年前からもう僕も東京にね、来た頃から、まあ、有田さんと一緒に活動するようになって、で、今回ね、再対決で白血病を治す。例えば皆さんの息子さんが血液の病気になったとしますね。で、じゃあ治す方法がありますよって、一つは骨髄。で、骨髄というのはドナーが見つからないと手術ができないんですよ。例えばこの大分県で皆さんの息子さんが血液のがんになった。ドナーはなかなかいない。ところが見つかった東京の坂本くんがいた。血液が合うと。そしたら僕は緊急で入院して骨髄が抜かれます。僕はこれはね、ものすごい痛みを伴うんです。僕そしてその血液を皆さんの息子さんに入れる。いいですか？僕の血液が入ったらどうなるか分かります？人の血が入るんですよ。拒絶反応が起きるんです。ものすごい発熱をして最悪死に至る、まあ、こういうこともあり得るんですよ。でも実は、ね、もう一つあるんです。再対決という方法。再対決は冷凍保存しておいていける。今日本にバンクを8カ所作りました、ね、そして皆さんの息子さんの血液が合うものは全部 RH マイナスが全て血液でデータを取っているので、適合するものはすぐ冷凍保存しておいてある。それを輸送して皆さんのところに息子さんに届ける。で、赤ちゃんのへその方は造血幹細胞は傷がついてないので拒絶反応が起きないんです。いいですか？ですから拒絶反応もなく病気が克服できるんですよ。こういう2種類あるんですよ、助かる方法が。じゃあ皆さんの息子さんどっち選びたいですか？どっちがいい？皆さんの息子さんに手術は。そう、再対決がいいに決まってるじゃないですか。じゃあ再対決をお医者さんが勧めてくれるんですかって言ったら勧めてくれないですよ。骨髄しか。なんでか分かりますか？再対決の方がいいのが分かってるんですよ。勧めない。はい、何でしょう。若い人。どうですね。骨髄の方が。正解。お医者さんがいっぱいお金をもらえるからって言ったらこの若い子が。その通りだよ。医療点数が高いんです。いいですか？それで皆さんの命が、皆さんの息子さんの命が決まるんだよ。わかりますかね？だから、情報を知ってる人が助かってるんです。情報を知らない人が死んでるんだよ、皆さん。そういうことを知ってください。それだとおかしいということで、今回、造血幹細胞の、ね、法案を、ね、一緒に作りに行きました。ね、で、まあ、それがね、やってきたんですけど、僕はね、これね、再対決国際患者支援のね、これ有田さんですよ。これね、ここはね、議員さんです。ここね、この人たち議員さんです。この法案、造血幹細胞という法案を作ってくれましたね。この中林さん、この人が再対決バンクのトップの人ですよ、ね、で、今回造血幹細胞という法案を作りました。ここに僕いるでしょ、ね、
でこういう人たちとですね、僕らは、ね、一つの法案をまとめて、これは、ね、造血幹細胞という法案を可決させたんですよ。いいですか。これは骨髄、赤十字、再対決というバンクを、この3つのバンクを一つの血液のバンクで作るんです。一、ね、つの法案を作っちゃうんですよ、造血幹という、ね、そしたら先生たちはそれぞれの利権を主張しなくなるんですよ。こういうふうにしていかないと、いいですか、我々の命が助からないんですよ、ね、そういうふうに動いている人たちがいます。で僕らは命に直結している人たちと直接つながって、で僕らも現地に直接入って議員さんと話をして、ね、で実際に叩き台も作って法案を提出したり、まあ、そんなことをやってます。ですか。ですので僕らの寄付金というのはこういったところにどんどん使われる。でなんで先ほど山中先生の写真が出たかというと、山中先生が今一番再対決を使いたい人です。 iPS 細胞を作るときに血液が欲しいんです。それは20歳以上の傷ついた血液ではなくて、ね、赤ちゃんの傷ついてないその血液で iPS 細胞を作るんです。これでこの間それが実験が成功したんですよ、ね、でこの間世界初で、ね、神戸で先端医療センターで、ね、目の実験、目の手術が成功しました。世界初です。角膜がね、再生するんですよ、皆さん。目が見えない人が見えるようになる。すごくないですか、皆さん。これね、まもなくいいですか、脊髄損傷です。あとはですね、パーキンソン病。こういったね、なんていうかな、神経細胞系のみたいなもの。こういった病気もね、もうね、さ、iPS で克服できるんですよ。山中先生は心臓も作ることができると言ったから。一つのちっちゃな血液からですよ、iPS 細胞で。だから皆さん知らない時代が来るよ、ひょっとしたら。ちょっと心臓が悪いから、あ、取り替えますかみたいな。あ、取り替えておきましょうみたいな。あ、腎臓ですか、じゃあちょっとこっちで、みたいな。そんな時代も来るかもしれません。いいですか。だから医療業界を革命を起こすという iPS 細胞ですよ、ね。その細胞に再対決が利用されている。ですから僕らは、その再対決をね、の支援を僕らは行っています。まあ、こういったものでね、なぜこういうことをするかというとね、僕らはね、命の授業をやってるんです。そうでしょ？人の命の入院とか、ね、死んだ時の保証をやってますので、出た利益は全部命に返します。そういうことを本当に真剣にやっていきたいというふうに思ってますので、ぜひ皆さんも、大学の皆さんも、ね、10万円超えたら 3%、50万超えたら 5%、皆さんぜひ協力してください。ね、では、いよいよ Wiz、ね、株式会社でどういうふうになっているの、会社のスキームの話をします。まず今回、我々 Wiz 株式会社は通信販売という事業をやっています。通信販売ですよ。通信販売というのは、インターネット上にショッピングサイトを経営しているんですよ、我々。いいですか。でそこに様々な商品が置いているんです。で、皆さんがそれをお友達に自由に紹介したり、自由に宣伝したり、手数料を得れるという、ね、そういう代理店の仕組みがあるんです。ねでショッピングサイトにさまざまないろんなものが、まあ、置いてるんですけども、いいですか。まあ、基本的にですね、SNS って言ってね、ソーシャルネットワーキングサービスと言われるね、まあ、メディアパッケージでしょ。あれは、Facebook とか Twitter とかね、そういったものが、アメブロとかでしょ。ブログ系を全部連動させる。だから Facebook に一発で投稿したら、すべての SNS に拡散されるんです、情報が。そういうね、インターネット上のツール、そういったものを配置してたり、ストアップって言って、アプリケーションを作るんです。いいですか。もう皆さんね、このスマートフォンというもの、この時代でしょ、もう、この中にアプリってあるじゃないですか、自分のお店のアプリを作ったりとか、そういったことをするということ、ね、あとは電子書籍です、本を出版するというサービスですよ。ちょっと本を出した経験がある方っていらっしゃいますか、本を出したことがある方。あ、いないね。皆さん、本出してみてください。あ、ね、僕、本出してるんですよ。ちょっと読んでみてください、プチ副業って本出してるんですよ、僕。プチ副業。これね、いいですか、このアップルって会社あるでしょ、スティーブ・ジョブズの、ね、ここのね、ビジネスマネーランキングで1年連続ベストセラーになった本があります。それ、僕の本です。すごいでしょ、拍手しておりますか。1年連続すごい。多分僕の記憶抜けないでしょ。皆さん、本出した方がいいですよ。何の本って言ったらね、副業系の本なんです。でも何でもいいです。皆さんの好きな本を書けばいいんです。ゴルフの教え方でも何でもいいです。それは個人のブランド力を高めるということですよ。ブランディングっていうんですけど、そういったものを、いいですか、どんどん充実させるようなツールなんかも置いてます。ね、でそれをじゃあ皆さんが代理店になるのどうやってなるの、それは簡単です。1万円。ビジネスエージェントで1万円になる方法ですよ。ね、それとあとはファミリーエージェント1000円になる方法。この2種類があります。どっちでもいいですから、加入してください。そしたらこのなごみ共済の商品に加入できる。ただ、違いがあります。その違いは何かというと、
エージェントお友達に紹介できるか、こっちのサポートエージェントは紹介できない、こういう違いがあるということですよ。例えば皆さんがウィズのエージェントです、僕に中身教材これいいよ安いよなんていうのを、ね、紹介してください。そしたら僕は皆さんに入ることができる、だから僕は皆さん紹介料が入る、これはビジネスエージェントで、皆さんがサポートエージェントだったら僕は友達にでも僕に言えないんですよ、紹介ができない、そういう違いがある。だから人に言えないけど自分だけ入りたいと思う人はこっちのサポートエージェントで入ってくださいというだけの違いです。じゃあどっちで入るんですけど、当たり前でみんな1万円のビジネスエージェントでエージェントになられるですね。じゃあそのエージェントになった人のみがですね、今回我々のいいですか、先ほど言った心配なしというね、医療保障に入ることができる、ね、そういう立て付けになっているよということで、今回我々はですね、紙ベースがないです。すべてこのスマートフォンやタブレット PC でお申し込みができるようになっている、ね、友達のね、メールアドレスさえ分かれば、ね、そこにあとは紹介メールを送信するだけ、リンクがくっついてますから、それを踏むと登録画面が出て、その登録画面に名前を入力したらわずか登録は10分で終わる。いいですか、この iPhone1 台あれば登録、決済、告知、いいですか、あとは、登録の完了に至るまで全てこの1台でできてしまいます、ね、かかる時間は慣れていただいたら10分、ね、それでお申し込みができる。そしたら皆さんに ID とパスワードが届きます、ね、その ID とパスワードで弊社のホームページがログインする。そしたら初めてこのなごみ教材の入り口が開くよということになります。で、今回僕らはですね、どういう形になっているかというと、このなごみ教材協同組合ですね、ここが認可を受けています。換算認許第2247号という認可番号を持っています。換算認許って何ですか、関東経済産業局というふうに言うんです、ね、そこの認可番号が第2247号という認可番号がある。でそこで商品が開発されています。で、我々ウィズ株式会社はその独占の販売権を持っている、ね、で、これは他社から出ることはありません。独占の販売権を持っているから、まあ、当たり前です。このなごみ共済協同組合自体はあれ我々が作ったんです。で、そこはいよいよあのアリコジャパンの常務の田中さんっていうね、田中博さんですよ。で、あの韓国と台湾にアリコを広げた人、ね、保険のプロ中のプロですよ。47年、ね、精通された方、その人に今回リーチをお願いしました。そして僕らはそこから出て、なごみ共済協同組合の、その商品を独占で販売する会社を立ち上げたんですよ。昨年の11月の6日、ウィズ株式会社ですね。まあ、それで今回僕らの商品、考えている商品のコンセプトはここに3つあります。僕らはいつも常に頭の中にこの3つを入れています。とにかくシンプル。お客さんが分かりやすい商品、保険は分かりづらいものをどんどん作るんですよ、保険会社は、ね、とか共済はよく分からんんですよ、皆さん、保証というのは。なぜかね、形がないから、ね、だからよりシンプルにしなきゃいけないんですよ。小学生でも分かるように教えてあげなきゃいけない、保険というのは。だから僕らは常に頭の中シンプルにしてる、そして分かりやすい商品を作っていこう、ね、まあ、そういうものをまずコンセプトと一つ考えてる。で、もう一つは、ね、ただ皆さんにとって本当に必要な商品です。それを安い、ね、お手頃価格で提供するということですよ。今あるものは比較しても半値以下です。そして初期の抜群にいい掛け金が半値以下になる。非常にそういうふうに分かりやすいもの、そして価格が安くて皆さんのいわゆる掛け金に優しいものですね、そういった商品を開発していくということ。で、もう一つが、幅広いニーズを一つには組み合わせる商品ですね。皆さんいいですか、昔今から50年前に必要だったものを今50年後経ったらそれは必要ないんです。社会の流れも大きく変わってきてます。そうでしょ、昔は介護という問題はなかった、ところが今は介護がこれからどうするのという世界になってきてる、ね、ですから今の時代のニーズに合った商品を組み合わせるんです。いいところをチョイスするんです。そして一つのパッケージにしてオリジナルの商品を作ります。もう次の商品、そしてその次の商品、次の商品って3本くらいまでもう決まってます、僕らの方は。しかもね、商品名まで決まってるいいですか、今回の商品心配なしでしょ。次の商品も結構ふざけた名前で聞いたらね大笑いしたんですよ。うちの方が好きなんです、こういう名前を付けるのが、ね、心配なしでもう笑ったんですけど ね電話かかってきて、うちの方がさあ、として新商品思いついたって言うんですよ、電話で。あ、なんですか、心配なしでって言うんで、心配なし、何が心配なしですかって、いや心配なしなんだって言うから、いや何が心配なしって言ってるんですかって、あ、そうか、商品名が心配なしだって言われたんですよ、ね、だからまあ、本当に非常にね、うちのオーナーね、アリコジャパンの時にね、あれ作った人ですよ、ハイネマス終身保険っていうのを作ったんですよ。
入れますって OK 知ってるでしょ皆さん。入れます、誰かの出せませんって言ってますから入れますよって言っただけでものすごい売れたって、だからネーミングのプロなんですから ね。だから今回も心配なし、まあ、そういう保証を作ったということですね。だからいろんなさまざまなニーズを組み合わせる商品を作ったりとか、まあ、ユニークな商品をこれからどんどん皆さんにご提供させていただきますね。それでも心配なし、どんな保証内容なのって言ったら、保険は皆さんよくわからないという方が多いので、ね、簡単に商品内容を触れていきます。で、知れば知るほどこの商品皆さんすごいなっていうことが分かってきます。まず一つ目は1100日の超ロング保証ですね。医療保証を実現したということ。そして2番目、入退院を何回繰り返しても心配なしですか。それと日帰り入院から短期入院、もう初日から全て出るんです、これは。そして、退院後の、通院ですね、これはね、退院後も心配なしというのは通院もついてる。あと先進医療ですね、それもついてるよということですね。じゃあちょっとこちらの、パンフレットの保証内容をね、皆さん見てくださいね。こちらの方ね、今言われたものが書いてあります、ね、1100日、今ここに同じものが書いてありますね、1100日。あ、まずこの入院保証の方の心配なしだけ見てくださいね、ドライブプロテクトじゃなくて。じゃあこの保証内容のまず1100日のロング保証は何かと言いますと、ドーンと1100日ってこう書いてあります。どういうことかというと、皆さんね、医療保険って皆さん入ってると思います、多分入院保険ね、多分どなたも入ってます。世帯数であったら8割入ってるから、ね、入ってない人を探す方が難しいです。いいですか、ちょっと聞いてみましょう。入院保険に入ってない人ちょっと手挙げてもらってください。ちょっと挙げて、手挙げてください。入ってない、いいですよ、恥ずかしがらなくて挙げてください。あら、おお、ここ全員入ってるんですか、すごいですね。大分県はなんか危ないから、ね、入院保証入ってこないとまずいですかね。いいですか、だからほとんど入ってるでしょ皆さん、ここ 100% 入ってるんですよ。60人ぐらいいるのかな今日ね、全員入ってる。じゃあ皆さんの保険って本当にちゃんと出るかというんですよ。例えば皆さんががんになったとします。悪性新生物20日いいですか、ここ例えば60日間入院しました、いいですか、そしてなんとか手術をして無事に取り除いて助かったというふうに思ってたところが、その矢先20日後になんとそのがんは違うところに転移をしてた、ね、いや再発したという、ね、でさらに60日入院して40日ごとに違うところにもまた転移をします。いいですか、これね、再発とか ね転移するとかっていうのをがんは繰り返すんですよ。そうでしょ、皆さんの知り合いの人もそれで亡くなった人いませんか。何でも入退院を繰り返して本当にね、だん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 やつれていくのが分かるんですよ。特に膵臓がんなんて最悪ですよね。横断になって一発で亡くなっちゃう、ね、余命は1ヶ月を切るんですよ、がんね。本当怖いですよ、膵臓、沈黙の臓器って言われてるの、ね、あと肝臓ですね、もう最悪ですね、もう転移しちゃう、どんどん。特に女性、乳がん気をつけないと、リンパが近いんで、血液を通してがんが転移する、ね、まあ、そういうふうに、入退院を何度繰り返しても、じゃあ皆さん、これ全部出ますかってね、皆さんの保険、実は出ないんですよ。なぜって言ったら、これね、1入院の制限があるんですよ。生命保険会社ってね、各生命保険会社、あとね、共済、県民共済も、一つの入院で、入院できる期限を持ってるってこと知ってますか、皆さん。例えば皆さんが、そういうふうに何度繰り返したとしても、例えば60日型という保険が売ってるんです、今、安く。1入院60日型。ね、もし皆さんがこの60日型に入ってるとどうなるのか、60万円もらって、この後再発して20日入院して、60日目、もう一回60日入院する。これ出ないですよ。ということはこの後の病気は一切出ないんですよ。1入院60日だったら1つの病気で入院できる期限は60日と決められてるから、分かりますか。で、あと代表的なのは120日型っていうのを持ってます。これは60日入院してここは出ます。だから再発して20日後にまた入院したら60日ここは出ますよ。ところがまた転移して40日後に入院したらここは出ないんです。なぜですか、60日と60日で足すと120日ですから、これ以降の入院は出ないですよ、皆さん。いいですか、皆さんの保険は何日型ですか。180、うん、180日ってのもありますよ。あとは皆さん何日型入ってるんですか。大丈夫ですか、皆さん何日型今血液型聞いてるわけじゃないですよ何日型分かる、分かる人多分60日、うん、皆さん分かんないんじゃないですか。なんですよね、
書いてあるんですよ、保険証券。どこに書いてある？保険証券のここに書いてます。60日型って書いてある。わかる？だからわからないということですよ。虫眼鏡ないとわからないでしょ、ね、こういう風になってるよということですよ。ところが今回この1入院をいいですか、業界で最長らしいんですよ。うちは何日って言ってるんですか？1100日ですよ。ということはここ60日入院しても、これ60日入院しても、これ60日入院しても、これ60日入院しても全部で240日全部出るよ、こういう保険です。すごくないです皆さん、言ってる意味わかります、ね、これ入退院何回繰り返しても出るんですよ。でね、同じ病気での入退院の面積はなしで書いてあります。これどういう意味って言ったらですね、ちょっと一つ前に戻りますね。実はね、他の保険会社って同一の病気での入院は180日の面積ありって書いてあります。これ何のことか分かります？同じ病気で入院した場合は、再入院した時は間180日空けないと出ないよっていうことを言ってるんです。面積って何ですか？面積って何のことか分かりますか？これ責任を逃れると書いてますよ。誰が責任を逃れるんですか？保険会社が何で責任を逃れるんですか？分かります？皆さんの保証をしないと言ってるんですよ。180日ってね、皆さんね、半年だよ。半年空けないと出ないんですよ、皆さんの保険って。ほとんどこの制限がついてるんですよ。いいですか？だからうちの場合は関係ないですよ。何度入退院繰り返しても心配なしで書いてるでしょ、2番目に、ね、180日の面積、こんなもんないです、うちは、ね、だから非常に当たり前のことに当たり前にやってる。だから240日入院したんだったら、ね、ここで全部合わせて240万円出るよって言ってたの話ですよ。今の保険はここまで出す会社はまずないです。これを理解しておいてほしい。それは業界ですね。そしてもう一つは、ね、先ほど言ったように業界初、通算の支払い日数無制限、ね、例えば心筋梗塞で1000日入院した、1100日が限度ですから、通常の保険会社はこれが60日なんです。じゃあ1100日もらった人がその後交通事故で1100日使ったって、その次の、ね、1100万円これもらえる、ね、それぞれの病気全部1100日ずつ入院しても結構ですよ。全部3300万使った人、うち表彰したんだよと思ってすごいでしょ、3300万使って生きてるっていや、すごい。いや、逆にね、表彰してあげないとと思ってるんですよ、ね、変なこと考えてるでしょ、生きててよかったねって言ってあげたいんですよ、ね、3300万使った人ですよ、うちは表彰します、まあ、あんまりない方がいいですけどね。でも万が一の保証なので、まあね、こういう入隊何度繰り返しても出るよという保証になるんですよ。でそれ以外にも出ます。それ何言ったら手術金出ます、もし入院した時。いいですか、この入院というのはね、怪我ね、あと病気全部出るからね、全部出るので、とにかく入院したら全部出る、うん、であと手術は10万20万40万ね、手術の程度に応じて出ます。ちょっと今日昼も話したんですけど、あの胆石の手術って昔はこう切って、ね、石流すの大変だったんですよ。でも今の胆石の手術知ってます？穴3つ開けるんですよ。穴3つ開けてそこにカメラ付きのピュッとやつ入れるんですよ、こっちから2本、ね、そしてお医者さんカメラ見ながらね、こうやって石流すんです。それだけです。あ、流れた、おしまいです。ちょっと抜いて穴3つピュッピュッピュッって閉じたら終わりです。これ今胆石の手術です。今昔は切って入院しなきゃいけなかった、ね、切っちゃうと ねやっぱりね、縫わなきゃいけないですから。でも今だいたい2泊3日これぐらいで退院できてしまいます、ね、ですから医療は進歩してる。ですからそういう簡単な病気は10万円だということを言っています。ところが大きな病気あるでしょ、例えば、ね、例えばがんとか。うちの母親ね、心臓弁の大手術やったんですよ。心臓を1回ね、取り出したんですよ。だからここ全部切ってます、心臓取り出して。で弁を作り変えてもう1回入れたんです。これは大手術でしょ。6時間かかったんですよ、うちの母、まあ、死ぬかなと思ったんですよ、ね、元気元気今も、ね、まあ、そういう手術をやった人は40万です。いいですか？で、あとは、これ出るんですよ。退院、無事に退院したときに、うちね、おめでとう金出すんですよ。例えば皆さんが、10日の入院をしてしまいました。1日1万円の医療保障に入ってます。いくらもらえますか？そうですよね。10万円もらえるじゃないですか。うちはね、10万じゃないですよ。16万円払います。なんですから。そう。
会員のおめでとう金が上に6万乗っかるんですこれ。だから16万もらうんです。だからもらった人は多分ね、なんでこんなに間違って振り込んだんですかっていう電話が結構うちいただくんです多分これから。違いますよ、退院お祝い金が上に乗っかってるんですよと。だから16万円出ましたと。でなんでさ、皆さんね、入院したらね結構お金がかかるんですよ、もろもろ雑費がね。ですからそれをお支払いしますよということです。あとまあ6日以上の入院ね、これね5日、いや5日以上の入院ねは通院は1日6000円出ます。十分でしょ、1日6000円なんだからね、タクシー代でもお釣り来ません、いいですか、それが出るよということ。あとは先進医療、ね、昔は高度先進医療って今先進医療と言いますね。要は厚生労働省が指定したそこの病院でしか手術ができないというね、難病があります。もしそういうふうにかかったとき、そこの病院でしかできないんですから、ものすごくお金がかかりますから、僕らはその病気は全て1000万まで保証します。いいですか？そしてこんな保証がいっぱいついて、皆さんの掛け金はいくらですか？いいですか？僕はさっき言ったように、5000円の日額は1720円ですよ。自分の掛け金、ちょっともう一度見てください。今言ったのが全部ついてて、その掛け金ですよ。そして60歳以上は高いというふうに言われる方が多いんで、僕らは入院日額3000円コースを作ってね、1100日の論語保証日額3000円、6000円で掛け金いくらになってますか？あ、ごめんなさい、60歳で入院日額お手頃プラン6000円、そう、2670円よ、ね、多分ここの若い人たちのおばあちゃんたち60代でしょ、60代ぐらいでね、おばあちゃん違う？60代でおばあちゃんって悲しいよね。でも60代くらいの人、ね、それはその金額が入れるよということですよ、ね。まあ、これが今回僕らに作った保証内容だということですね。でこれもですね、5歳から74歳まで入れます、ここに書いてあります、5歳から74歳それで ね今回ね、10月の多分ね暮れになります、多分11月には多分リリースできますけども、もう一本 ねバージョンアップ版出します。それは何かというと入院日額1000円コース作ります。それは75歳から79歳までの人、いいですか、その人たちが入れる入院日額1000円コース、これを作りたいと思います、ね、ですからもし75歳から79歳のおばあちゃんがいた人はもうちょっと待ってねって言ってあげてください。いいですね、それを作りますよと。でこれ更新年齢って何歳まで書いてありますか、更新年齢、うん、そう94歳まで見るんでしょ。いいですか皆さん、94歳まで保証する会社あります？県民共済80歳で終わりだよ、わかりますかね皆さんね、80歳以上になって入院するリスク高いんじゃないですか、そうでしょ、70やっぱりちょっと後半になるとね結構入院するリスクが高い、その時に皆さんが入院した時に医療保障がありません。いいですか、これは95歳の誕生日の前日です、そこまで保障すると言ってるんですよ、入院日額十分でしょ、ね、こんなに年齢もロングで保障するものないです、ね、しかも日額ね、その金額通り全部お支払いしますよっていうふうにしてる、ね、ですから業界で最長、ね、そして業界で初の無制限保証、さらにこれは、業界で最安値ですね、うちより安いところはまずないです、あったら持ってきてください、あ、ないですから、ね、まあそれ保証を作ったんだ、だから皆さんが言ってもどこにも負けません、負けるところがないんです、全部勝ちます、まあ、そういう商品を作ったということです、ね、まあ、男性40歳の男性だってね、このコース1880円で入れるということですよ、ね、1日わずか63円です、だからこれね皆さんの隣の近所の人に見せてあげてください、ね、ほとんどの人入ります、ひっくり返って入ってくるから、なぜかというと今かけてる内容が60日だった120日だったらすっかすかの保険に入ってる、ね、しかも掛け金は5000円とか6000円7000円かけてる、ね、40歳の男性に言ってくださいね、1100日の長期入院で1880円です。入るに決まってるでしょ。いいですか。だからほとんどの人が入るということです。これ入らない人はちょっとおかしいです。僕から出したら。そういう保証を作ったということです。それでもう一つ、ね、今回僕らは商品を持ってます。ドライブプロテクトです。今日初めての人は知らないかもしれないので、ちょっとお話をさせていただきます。11月の6日に、実はもう一つね、一番最初に僕ら商品をスタートしてますけども、ドライブプロテクトという商品を、開発して、これも認可をして、商品を提供しています。この特徴2つあります。まず日本で初めての保証を実現したということですよ。日本で初めてですからうちしかないということ、ね、でさらに日本で初めて国の認可を取ったという、だから認可取ってるから安心でしょということですね。
じゃあどんな商品なのって言ったら、今日皆さんここまで車で来たでしょ。いいですか、大体の方車で来られたでしょ。じゃあ皆さんが車を運転してて、帰り道、いいですか、事故で相手を亡くしてしまいました。皆さんが悪くてね、巻き込んでしまった。まあいいですよ、おじいちゃんがヨロヨロって出てくる可能性もあるしね、ブレーキ踏んだんだけど残念ながらその人亡くなっちゃったよと。その時に皆さんは任意保険に入ってるから大丈夫だと思ってる人がいます。でもこれは任意保険ではカバーできない部分がたくさんあります。死亡事故を起こした人はね、大体の人の家庭が崩壊しているということを知ってください。え、任意保険でカバーできないの？できませんよ。何がされないかというと、ここに書いてるものがカバーされません。まず皆さんが事故を起こしますよね、いいですか。そしたら翌日にまずその人に謝りに行かなきゃいけないでしょ、家族の人に、ね、その時に皆さん菓子折り1個じゃダメでしょ。ある程度の誠意を示さなきゃいけない。誠意って何ですか。愛、はい、愛ですか。あなたの愛はいらないじゃないですか。ね、なんて言いますか、お金でしょ、うん、ある程度のお金。このお金というのは皆さんね、10万円なんか包んで持ってったら焼け入りますよ。皆さん、人の命10万円で買えると思ってるのかって言われますよ。どっちにしたって怒られます。だって皆さんが謝っちゃってるからね。でもね、ある程度のまとまったお金を出すということです。これは誠意の部分ですからね。だから僕言ったのは束という意味ですよ。それを用意しなきゃいけないということで、その他に皆さんにこれね、葬儀費用あるでしょ。その人の葬儀費用、今全国平均250万、当然皆さんが殺しちゃってるんで葬儀費用は皆さんが持つでしょ。これ任意保険から出ないんですよ、僕言ってるの。いいですか。でさらにこれ何のことか分かりますか。国がね、皆さんにね、すぐ来ます。皆さんに国が命令が、何が来ると思いますか。国が皆さんに命令してきます。これ罰金です。死亡事故を起こしてる人罰金を払わなきゃいけないですね。皆さん罰金ってね、いいですか、20万とか違いますよ、桁70万とか80万とか90万です。これを一括で払いなさいって言われます。いいですか。それを皆さんは一括で払えなかったらどうなるんですか。捕まるんですよ。行き先は交通刑務所です。だから捕まる。そしたら皆さんが捕まったら、皆さんの家族はこれどうやって生活するんですか。皆さんの給料だけで食べてるんじゃないでしょうか、ね、だからこれは家庭が崩壊してしまった、そういうことなんですよ。いいですか。ということは事故を起こした時4、500万必要だということが分かります。翌日から、ね、だから皆さんは今日車乗ってきてこられたでしょ。ということはちゃんと預貯金に4、500万余裕があるので堂々と車乗ってきたんでしょ。あら、皆さん何笑ってくれましたあれ、ないの皆さん4、500万入ってないんですか、口座に。今日帰り道死亡事故起こしたらどうするんですか。誰が払うのこれ。だから家庭が崩壊するでしょ。目処がないんですから皆さん、ね、それを考えてください。その時に今回我々に作った商品、いいですか、ドライブプロテクト、まず500万円で大きな死亡保障がついてます。そして皆さんが事故を起こしました今日、ね、そしたらなごみに電話をしてください、ね、そしたらね、皆さんが本当に言った人が亡くなってるかどうかを僕らは何で見るかというと、警察は教えてくれませんからね。もっと一番最初に僕らがすぐ分かる方法ってあるんですよ。何だと思いますか。何をすると思います僕ら。インターネットであなたが言った人が本当に死んでるかを検索するだけです。僕らはいいですか。今ね、交通事故って、ね、翌日には速報で流れてます。例えば昨日の夜中の事故は今朝、いいですか、今朝の5時にもうアップされてます。どういうふうに亡くなったかっていうこの詳細まで書いてあるんですよ。一番早いのは交通事故、ヤフーの交通事故ニュース、もちろん早いですよ。で僕らはそのニュースの見るだけです。本当に言ってる人が亡くなってるってことが分かったら、何するかというと、このいいですか、500万のうちの半分、250万、これを引いた皆さんの口座に入れます。僕らはここがうちの特徴です。皆さん引いた人ですよ、加害者なんですよ。でも皆さん250万受け取る。そしたら皆さんはその250万もらったらどうするんですか。当たり前ですよね、葬儀料とかお見舞い金とか罰金が来るんですよ、一気に。それに使ってくださいということです。で当たり前ですよ、わざとダメですよ。こんなの常識論で払えませんから、ね、でもね、わざと引いてる人いますか。いないでしょ、わざと人引く人は、ね、それは当然わざとは払わないし、わざと人殺しませんよ、ね、普通に考えて。ですから巻き込んでしまうケースがあるんですよ、ね、ですからそういう時に速報で250万払うということ。で今日は金曜日です。今日皆さんが電話いただいたら、本当は明日振り込みたいんですけど、土曜日金融機関止まってるんで月曜日には振り込みます。月曜日の朝には着金してますから250万、
ということは、月曜日に事故を起こしたら、電話いただいたら、火曜日にお金が入ってるんですよ、借金。翌日に出る保険って聞いたことあります？皆さん、ないでしょ、翌日に出る保険なんか。ね、これは世界でどこを探してもうちないと思うんです、うちしか。ね、それを速報で払うというのがうちの特徴です。であとは残りの250万は、これは家族の生活費に使っていただくというもの。ね、これ保証。でもう一つ大きな特徴があって、それはさらに加害者でも被害者でもどっちでも保証するんです、うちは。ね、だから、皆さんが運転してて人を殺めてしまった場合は、それを皆さんに降りるということ。ところが、皆さんだってそこ歩いてて車に轢かれて死んじゃうときあるでしょ。その時は皆さんの家族に500万出るんですよ、一時金で。ね、これもすぐスピードにお支払いしますから。ね、まあ、そういう保証内容ですよということですね。でそれでその他にですね、これね、入院骨折、これもついてます。この間、私の福岡の知り合いのエージェントさんの息子さんが、ね、交通事故で入院されたんですよ。7日間入院して、鎖骨、ここを折ったそうです、鎖骨を。ね、でも、命まで別状なかったんで、まあ、よかったなと。で、その子は、6日以上、7日入院してるんで10万もらって、で、1本骨折してますから、5万円払ったと。いくら、いくらもらったんですか、15万もらったということですよ。ね、15万円もらったよということです、ね。入院して骨折してるから。合わせて出るということですね。死亡だけじゃないということです。で、この保証内容が全部入って月々の掛け金はいくら出てくるか1000円ですよ、皆さん。ね、これ1000円で保証されます。これを認可させたということになります、商品を。ね、でも1日すると33円、ね。ですから、もし皆さんの息子さんやお孫さんが車を運転してるんだったら、これお守り代わりで入れておいてあげてくださいね。いつ巻き込むか分からないし、巻き込まれたら大変ですよ。巻き込んでも悲惨ですよ。責任を一生が背負って生きていかなきゃならないから、ね、ですので、やっぱり起こしたくない事故もやっぱりね、相手があることですからわからないです。ですので、まあ、それぜひ気をつけてほしいなというふうに思います。まあ、こういう保証内容を作ったということです。じゃあ我々のこの心配なし、そしてドライブプロテクト、ね、こういう商品を2つ用意してあります。じゃあ皆さんが入りたいって言ったらどうしたらいいの、いくらかかるのという話をします。まず中小企業協同組合という法律で我々は認可を取っています。中小企業の皆さんオーナーにならなきゃいけない。じゃあ主婦の人、サラリーマンの人どうするのって言ったら、我々のウィズのエージェントになっていただいたらいいんですよ。独立した店主になることができます、ね、いくらでなれるんですか。エージェント登録料1回だけ1万円お支払いしていただく、ね、そしたら中小企業のメンバーの仲間入りできる、ウィズのエージェント。そしてこのなごみ共済の心配なしのドライブプロジェクトはウィズのエージェントさんにしか提供してないんですよ。ということは、皆さんは共済の出資金を1回だけ1000円お支払いしていただくということですね。で、心配なし、皆さんのそれぞれの掛け金でしょ、これをお支払いしていただく、心配なし。あとは、ドライブプロテクトね、ドライブプロテクト、これが1000円いいですか、これが関わるよということです。ということは、1万2000円プラス僕の場合は1720円、ね、入院時刻、例えば5000コースに入るというと、ね、まあ、それでだけで実は皆さんは我々のウィズのエージェントになることができると。そして僕が入ったらこの保険ってね、心配なしってね、僕は子供いるんですよ、今8歳と9歳の子供、絶対子供も入れるでしょう。分かります、うちの子供いくらですか、見てください、8歳と9歳です、5000コース、そう、1230円ですね。これで入ることができます、ね、それぞれうち息子と娘いますからかけます。あとうちの妻も入れますね。いいですか、妻は40何歳だったかな、43歳だったかな、1880円ね。それで入れるということですよ、ね。まあ、それで僕が入れれる人は、僕から始まる3親等以内の家族は全部入れてあげることができる、ね、では僕の友達が入りたいって言ったらダメですよ。僕の友達も同じだけ1万円払うだけ共済の出資金と。そうするフロントによって、ウィズのエージェントの仲間入りができるということ。じゃあ、法人で入りたいという人もいるんですよ、法人。ね、会社さんで、最近ですね、法人契約で入ってくる人が結構多いですよ。結構ね、大きな掃除会社もうちの代理店を登録してくださって、従業員さんに福利厚生で進めてます。ですね。まあ、ですので、まあ、企業さんで入る場合は、法人でエージェント登録をしてもらったらいいです。ね、会社の役員や従業員、パートタイム、アルバイト、ね、そこで働いている人たちが先ほどの三親等以内の家族と同じ扱いになるということです、法人の場合は、ね。まあ、そうして従業員を入れてあげることができるということですよ。まあ、そういう商品ですね。じゃあこれ、
誰に言ったらいいんですかって言ったらね、はっきり言って人間です。皆さんね、今日帰り道すれ違った人全員入れれますからね、この保証。なんでしたら、ね、5歳から74歳までの方は医療保証ね、元気であれば入れます、もちろんね。あ、健康状態で入れないケースもありますよ。告知というのがありますので、ね、例えば、もう最近がんやった人もまず入れないですよ。いいですか。健康の状態で医療保険も入れないといけないんですよ、ね。ですから、まあ、入れるうちに入っちゃうということですね。で、この生命保険の加入者数はもう8割ですよね。81% 男性女性。ということは、10人すれ違ったら8人入ってる。その人たちに声かけたらほぼ入る。なんでしたら、商品内容、掛け金は抜群に安くなって商品内容は良くなる。ね。だからすごい喜んでもらえるということですよ。で、ドライブプロテクトの加入者っていうのも、これ、自動車ケース、自動車保険に入ってる人8000万件。日本人は1億2000万人いる。ほとんどの人が対象になるんですよ。ね、うちの商品っていうのは。だからマーケットがものすごく大きいですね。まあ、すべての人が見込み客になるよということですよ。ね。じゃあ皆さんね、これ、例えばね、皆さんね、保険、わかります?皆さん、保険って難しい感覚ないです?どうですか皆さん、保険って簡単ですか難しいですか、どっちですか。保険って分かりますか分かりませんか、どっちですか。分からないでしょ、保険って結構分からない人が多いと思います、ね、そしてなんか難しいだろうなみたいな人が結構いらっしゃいます。でもね、違うんですよ、保険ほど簡単なものがないんですよ。はっきり言ってバカでも分かるんですよ、保険は、ね、どういうことかというと、何のために保険に入ってるかを考えてもらえばいいだけの話なんですよ。皆さんは何のために保険入るんですか。どうぞ、何のため。あ、正義のためではないでしょ。自分のため自分のため。あ、事故のため。え、事故のため。事故したら何ですか。何のために入るんですか。はい、どうぞ。何のため。怪我の備え。そう、一つ正解、今言ったんですよ。入院したときです。はい、もう一つは。はい。何のために入ってる?みんな入ってるんですよ、保険。ここ 100% 入ってる。何のために入るんですか?一つは入院。もう一つは?わからない?もう一つは何ですか?何?入院と?僕の顔見て答え書いてないですよ。わかりますか、男性の方。はい。わかる。何のために入るんですか。入院と家族のため。違うな。はい、言ってください、正解。そう、死亡、うん、そうですね。入院と死亡だけだと思いませんか。よくね、万が一って言うんですよ、皆さん。じゃあ万が一ってどんな時ね、そうでしょ、わかります。もしもって言うじゃないですか。もしもってどんな時。ピアノが弾けた時。どんな時ですか。わかりますか ね、うん、何言いたいかというと、もしも入院したらじゃないですか。で、よく皆さん怪我って言うんですよ。怪我したら入院するじゃないですか、ね、で、病気したら入院するじゃないですか。だから入院なんですよ。そしてその入院が悪化したら、病気が悪化したら死ぬでしょ。これだけの保証じゃないですか。ですから保険はものすごい簡単、入院と死亡が分かればいい、ね、じゃあ皆さん問題出しますよ。この保険って難しくないですよ、全然簡単。じゃあ皆さん答えてくださいね。入院した時に初日から出るのと5日目から出るのどっちですか。初日から出た方がいいですよ ね、 ね、じゃあ1日1万円もらえると5000円もらえるのどっちがいいですか。1万円ですよね。数字の大きい方取ったんじゃないですか。そうでしょ。じゃあ死んだ時に2000万円もらえると2000万と1000万だったらどっちですか。2000万。数字の大きい方取ったでしょ、うん。じゃあ最後聞くのも大きいほど取ってください。掛け金が5000円と1万円、どっちですか。5000円、なんで大きいことになるの。わかりますかね。保険は大き死亡と入院を大きな保証でちっちゃく買うことが、ね、これが正解なんです。こんな簡単なことないじゃないですか。全部数字で判断できる。これは難しくないですよ、こんな簡単な問題、ね。アメちゃんこうやって2個持って、こっち1個持って、子供いたら絶対こっちの方来ますよ、ね。これがわかる子は保険選べる。多分全部数字なんだから。簡単。そしてね、うちの医療保障、お友達に紹介しますよね。あんたこれ、ね、入院しかないじゃないって言われますね。入院だけで十分じゃない、うちの入院だけで入ればいいんですよ。死亡のやつはね、オリックス会になっているんですよ。いいですか。安い保険なんかいっぱいありますよ、死亡保険。
インターネットの保険なんかむちゃくちゃ安いですよ。そっちにした方がいいですよ。今何のためにそんな高い保険かけてるんですか。わずか数千円で済むんですよ。何万かけることの意味がわからないですか。もったいない。なんでそんな高いの。したら人件費、設備投資、ビル代、CM 代だからっつってるんですよ僕は。それ皆さんかけたくないでしょ。保険会社の社員食べさせたい人いますか。こんなでいないでしょ、ね、ですから医療は最低限の我々の安いものでいいですか。これベンツです。簡単に言うといいですか。保証内容はベンツで、掛け金は、ね、他のところはね、他の会社は、ね、軽自動車なんですよ。僕らベンツなんです、乗り物は。ところが掛け金はその軽自動車より安いんだから、ね、ですからもう抜群に収入ないですよ。じゃあ皆さんがこれオフィスのエージェントです。僕に紹介してくださいました。いいですね。そしたら僕これ安いなと。今例えば保険かけてて5000円かけてる。でもサトシ君いくら。1720円ですよ僕。もう安いじゃないですかって僕ね。で皆さん信頼してるから、それ友達になってもらっていいですか。友達、はいはい、お名前なんて言いますか。はい、広瀬と言います。広瀬さん、はい、はい、友達になってください。この間ね、広瀬とも、あのね、昨日ね、僕鹿児島でこうやって友達になってくれますかって一番最初の前に人に言ったんですよ。じゃあね、考えときますって言われた。面白い人いると思いません。考えときますって言われた。いいじゃん、考えなくても。すぐ友達になって言ってたんですけどね。いや彼はね、友達になってくれました。お名前もう一回。広瀬さん。ね、広瀬さん、僕友達になって。で、広瀬さんからご紹介を受けた。これ安いじゃないですか、1700円で加入します。ね。そしたら、そのうちの掛け金の、いいですか、10% がコミッションになるんですよ、広瀬さん。ですか。ということは1720円の 10% っていくらですか。172円ですよね。172円が入れます。でこれがいつまで入るんですかって言ったら、僕が契約を続けてる限りずっとですよ。いいですか。医療保険の皆さんいつまでかけるんですか。死ぬまで。そう、死ぬまでかけるでしょ。僕何歳で死にそうな顔してますか。90ぐらい。90ぐらい。そうだよね、僕友達だからね。昨日この人はね、何つったかって言ったら58歳で死ぬ。なんで58歳で死ぬのって。なんか当たってそうだね。昨日もう大受けでしたよ、もう鹿児島。友達にもなんか考えとくって言われて、僕は58歳で死ぬって言われるね。いいですか。まあでも仮に僕が80歳までかけたら、死者誤認してる時も40歳ですよね。僕はずっとかけ続けるから172円がずっと広瀬さんに入るんだよ、毎月。どうです、皆さん。ところがね、これね、本当にずっと172円かと違うんですよ。我々1年更新って言って、この掛け金毎年1年ずつ上がっていくんです、うん、いいですか。ということは僕が50歳になった時は掛け金いくらになってますか。2690円でしょうな。ということはその時の 10% あ、どこいくら。2690円でしょ。ということはその2690円の 10% はいくらですか。269円ですよ。何もしなくても自動的にあなたのコミッション上がるんです。いいですか。組織が完全に止まってしまっても、皆さん1年を迎えるたんびに皆さんのコミッション上がる。こんなこと聞いたことありますか。だって僕はかけ続けるんですよ。それでも安いから。いいですか。だから毎年毎年上がるんです、皆さんのコミッションが、ね、それが僕がずっと契約を続けるから、はい、ということでしょ、ね、ということは、広瀬さんの掛け金いくら。自分は1880円。1880円でしょ。そしたら僕みたいのを10人紹介したら、もう自分の掛け金ただでしょ、うん、分かります。皆さんね、人生で2番目に高いって言われるんですよ、この生命保険、ね、それがただになるんですよ。友達10人で紹介しただけで信じられますか。られます、うん、それが誰でもできるよって言ってるんですよ。免許なしで、ね、今回こういう仕組みを作ったんですよ。だから保険も比較にならない。そして比較したって意味がない。我々はそれを紹介したらタダにすることができるんですよ、まあ、こういうビジネスを作ったよということです。でさらにね、お友達にこういうふうに言ってください。実はね、あなた家族割引しようって言うんですよ、両者僕に。例えばね、僕だって妻と子供がいるわけですよ。で親父お袋いるでしょ、ね、例えば皆さん友達でこういう女性がいたとするじゃないですか。この人名前知ってますか。うちのメインキャラクター、女の子名前、そう、漫画に出てくる女の子、主人公は知って徳子さんと言います。ね、で皆さんはこの知って徳子さん、友達にいたとします。この子に行ったとします ね, ね。そしたら、あれは安いわと、掛け金は、ね、1720円です。これ僕と同期なんですよ、知って徳子さん。いいですか。ですから1720円で入れた、ね、こんなに安いんだったら私旦那も入れるわと、で子供も入れるわ、2人いるからと。そして、あ、お父さんとお母さんもついてる、入れちゃおうって、ね、入れちゃったとしますよね。そしたら
このうちの 10% はこのシッテ特攻さんに入るんですよ。この家族の全員の掛け金の合計は18,080円ね。これが全部の合計です。このうちの 10% はシッテ特攻さんに入るんですよ。ということは18,080円の 10% は1808円でしょ。これが毎月入るんだよ、シッテ特攻さんに。シッテ特攻さんの掛け金はいくらですか。そう、1720円でしょ。ということは家族全部入れたらシッテ特攻さんの掛け金が毎月がタダになるんですよ。家族入れるだけで、いいですか。友達10人入れることない、家族全部入れるだけです。これだけでタダになるんですか。タダで保険入ってる人聞いたことあります。だから あそこの保険がいいわよっていう人はね、ああそう、あなたはじゃあ一生涯人生で2番目に高い買い物を一生買い物地獄で生きていくのねっていうのがあるからさ、うちはただで生きていくね、そういう話ですよ。じゃあこれをお友達と口コミでどんどん広げたらどうなるの。さあこれでね、いよいよ皆さん生活していけるようになります。いいですか。いよいよ11月ね、我々のコミッションがね、この心配なし、今までね組織3万5000人でしたがほぼ入ってくるでしょね。その人たちが入るとどうなるかというと一気に収入は上がるんです。11月から我々のコミッションの中で生活していける人がここから少なくても最低10人ぐらい出ると思います、この中で。いいですか。皆さんもすぐにそうなります。それビジネスプランは後半10分間休憩入れた後にやります。はい、ではこれ何時までしたこの会場は。10時ですか。はい、じゃあ9時からやります。9時からね、後半トイレタイムを取ります。出られて左行って左ですとやってきてください。それではちょっとね、夜もあれですから早めに始めていきたいなと思います。大丈夫ですか、皆さん揃ってますかね。はい、では今前半は私のデビス株式会社、まず会社の概要、そしてね、認可を取得しているドライブトプロテクトという商品ですね、まあ、心配なしという、ね、新発売された商品の説明を簡単にさせていただきました。じゃあこの後ですね、じゃあ皆さんがこれをお友達で紹介したらどういう収入になっていくのかっていう話をですね、まあ、簡単にこれからご紹介していきたいなというふうに思います。まずですね、今回僕らのビジネスの特徴は全部で5つあります。まず1点目、いいですか。これは資格が一切ないということです、ね、今回我々は中小企業法協同組合という法律を使って、ね、中小企業のオーナーの皆さんにいわゆる福利厚生の一環で商品を提供しているということになります。ですから実際に皆さんが募集行為をしてくださっているのではなくて、お友達を紹介してくださっていると。でその紹介の方がご自身の意思で加入される。募集しているのは弊社ウィズ株式会社が募集をしています、ね。ですので皆さんも募集をしているわけじゃない、だから免許は必要ないということですね。エージェントは募集していただいているんです。ただこの商品の募集はしていないということです。実際に受けるか受けないかは全て我々の会社がやっているんです。そしてその方の成立が、保険が成立した、保証が成立した、そしたら皆さんにありがとうございますという紹介手数料をお支払いしているということですので、一切資格はないということです。いいですね。まあ1万円さえお支払いしていただいたらどなたでも入れるということ、ね。で2番目オリジナル性が高いです、うちの商品。先ほどドライブプロテクト、これは他社にはありません、ね。あと心配なし、これ業界初です、僕らの保証は、ね。ですから、まあ、負けるものはありません。ですから非常にそれをですね、まあ、皆さんどなたでも言っていただけるということ、ね。でこの保証はですね、誰に言ったらいいのって言ったら、先ほど言ったら人間と言ったらいいでしょ、ね。ドライブプロテクトは1歳から79歳、そして、ね、この心配なしは5歳から79歳までの方でしたら幅広くどなたでも伝えることができる。男性女性、お年寄り若い関係ありません、
ね。どなたにでもこの商品を進めることができる。だからマーケットがでかいということです、ね。でさらに3番目いいですか。これはね、権利収入が取れます、うちのビジネスは、ね。よくね、皆さんね、権利収入という言葉を多分聞くとは思うんですけども、権利収入が取れるビジネスって今のところこの日本で、特にネットワークビジネスで販売形態を取っている会社であれば弊社しかありません。この権利収入が取れるビジネスは他社は取れません。いいですか。まだ皆さん、いろんなネットワークビジネスのセミナーに行ったことないですか。友達に誘われて、いやいや、ね、聞いたらですね、まあ、確かに商品はいいの分かるんですよ、ね。でも、じゃあそれをね、皆さんどうです、ね、やっぱ買うのもなかなか大変じゃないですか、ね。そして僕らが今回ね、提携しているのは国内最大のネットワークシステムです、YKC という会社。ネットワークの会社、350社のネットワークの会社システムを作っている会社です。国内最大手です、この会社が。そのシステム、最新のシステムを今回僕らは、ね、YKC さんとコラボして、今回商品を、皆さんにあのビジネスをやる、システムを提供しているということになります。で、この YKC の社長さんがこう言いました。いろんな会社さん、350社の、いいですか、商品の継続率は、坂本さん、2割から3割ないと言って、でもうちの商品がすごいねと言ったのはなぜかというと、うちの商品の継続率は9割を超えている。商品の継続率がまず圧倒的に違うというポイントですね。これが継続的な、いわゆる権利収入になるということですね。ですので、あの、保険というのは誰もが必要なものなんです。で、切れてしまうと怖いでしょ。わかりますかね。だからかけ続けなきゃなんないでしょ。で、もし皆さんが病気しちゃったら、もう切れちゃったら一生入れないですよ。だから切れると怖いんじゃないですか。そうでしょ。そういう商品ですよ。かけ続けるじゃないですか。しかも毎年。ね。ですから権利収入になるということ。で、いろんな会社さん勤めてたら、仕事を辞めると、そこで収入がなくなりますよ。我々は、マルチレベルマーケティングですか、皆さんがエージェントの解約をしない限り、ずっと入り続ける。いいですか。そして皆さんが僕を紹介してくださいました。僕は皆さんに入れます。ね。で、皆さんの方が先輩ですから、先に死にます。ね、そうでしょ。そしたら僕のコミッションの 10% はどうなるんですか。入り続けます、皆さんに、ね。で、皆さんは亡くなってる、じゃあ収入は取れない、どうしたらいいの。したら皆さんの息子さんや娘さんに権利をそのまま譲渡ができます、ね。ですから完璧な権利収入を今回作りました、ね。ですので、しっかりと安定的に入り続ける収入のビジネスを皆さんがされるべきだと思います、今。いいですね。で、まさにいろんなビジネスがあります。いろんなネットワークの方々がうちの商品を売ってます。いいんです、当たり前で。どんどんやってください。いろんな、いいですか、ネットワークの会社の、いいですか、方々、うちの商品はうちクロスネット関係ないですから。なぜかというと、誰もが一人一人の命ですよ、ね。もし皆さんのお友達が大きな癌になってしまって、入退院繰り返して、ね、仕事ができなくなって、ね、60日の医療保険で打ち切られて、保険会社に免責が言われて切られて、そして生活するの大変。もしそういう友達いませんか。うちは1100日3年間まるまる引き受けるんですよ。そういう保証を友達に早く伝えてください。だからそれが他のネットワークやってるからダメだとか、うちは一切そんなことはしません。ですから、うちはフリーです。自由に考えてます。で、特にね、他のネットワークビジネスちょっとおかしいです。うちのビジネスはね、非常に今破竹の勢いで伸びてるんですよ、業界で初。だからね、うちのビジネスをやったらですね、クビにするっていう会社が結構あるんですよ、そういう変な会社が。いいですか。もうそれはですね、はっきり言ってね、レベルが低いです、僕から言わせたら。なんでクビにするんですか。なんで、いや、僕は意味がわからないんですよ、ね。でもよく考えるとこういうことなんですよ。クビにするっていうのは、うちを始めると自分とこの商品が売れなくなると思ってるから、うちをやるなというだけの話じゃないですか。ということは、イコール自分の商品は自信がないということを会社が言ってるんですよ。言ってるの分かります、ね。商品に自信があるんだったら何やってもらってもいいんです。しかも皆さん代理店ですよ、何やったっていいじゃないですか。なんで皆さんが拘束されるの、そこの会社に。これもおかしい。皆さんがそこの社員だったらやっちゃダメですよ。例えば私、ウィズの社員です。違うネットワークビジネスを僕が売り始めてます。裏のセミナーでやったらどうですか。それクビですよ、わかります。でも皆さんは代理店なんだもん、何やったっていいじゃないですか、ね。ですので、僕らはそういうふうに考えて、だから皆さん自由に、ね、好きな時に、好きな人に、好きなだけ伝えてもらったり、うちはノルマ皆さんないですから、ね。しかもこれ誰もが喜んでいただける商品ですよ。だって半年以下になる、
ありがとうって言われた時は、浜田さん、僕はね、アクサで保険売ってた時は、お客さんにありがとうございますって、扉が閉まるまでは頭下げてた。ところが、この商品は勧めたら、ありがとうって言われた。サトシ、ありがとうより安いな。ありがとうって言うのと言われるのじゃ違うということを言ってるんです、ね。だから商品を皆さん売るんじゃない。その人を助けてあげるような感覚でやってください。助けてあげるんですよ。みんな高い保険かけてるから。ね、そう思えばいいんです、皆さんが。そしてそれが継続的に発生し続ける、ね、生涯にわたって入り続ける収入になる、ね、ですからこれから20年30年続くんです皆さんの収入は、ね、それを一旦30万から50万皆さんが取ったらどうなるんですか。もうずっとうちの収入だけで生きていけるようになるから、ね、これ我々のビジネスは今から1年で皆さんのコミッションが決まる、ね、1年真剣にやってください。あとは何十年渡っても多岐に入るからいいですか。なんで僕これ言い切るかというと、前にやったんですこのビジネス。以前エキスパートアライアンスという会社で、ね、1999年創業して、ね、15年経った今現在もその人たちは収入を何百万取ってる。減ることがない。ずっと何百万を毎月25日また今月も入る。なんでかというと保険をネットワークにしたからですよ、ね、もうそういう実績を僕ら持ってる。でそのマーケティングチーム僕ら5人で立ち上げてるから、だから8ヶ月前におぎゃって生まれた会社じゃないんですよ僕らは。以前にこのビジネスモデルを成功させて、そしてアイリオ生命という保険会社まで作った。で現在の楽天生命です、ね、僕らはそういう実はね歴史があるんです、ね、で僕らはもうずーっといいですか、ネットワークの人間じゃないですよ僕らは、ね、アリコジャパンアクセス生命という保険会社の人間ですから僕らは、ね、で人の命の事業をやるんですから金儲けでやらないですよ、ね、人の命で金儲けやってみてくださいよ、ね、罰当たりますよ、ね、ですから僕らは本当に出た利益を皆さん社会に還元したい。保険会社は何に使ったんですか。たくさんの契約者から保険料を集めて、皆さんの保険料をどうしたんですか保険会社が。そう、運用したんですよ。皆さん運用をお願いしましたか保険会社に。保証を欲しかったんじゃないですか。なのに、運用しまくって潰れた会社がもう9社出たんですよ。これは金融庁が認可した会社です。なんで金融庁が認可した会社が9社も潰れていいんですか。僕はそっちの方が社会問題だって言うんですよ。皆さんはそう思いませんか。我々はだから運用しないんですよ。潰れることしない。だから潰れないんですよ、うちの会社、ね、だから保険会社の人が僕になんかいろいろ送電信マージンがどうたらこうたらとかよく言ってくるんですよ。お宅の会社大丈夫ですかって、お前の会社が大丈夫かって言うんですよ。お前の会社運用してるだろうって言うんですよ、僕。めんどくさいから。わかります。これね、会社が出た利益をどう使うかが一番重要だということを言ってるんですよ。いいですか。ここをよく皆さんが見極めてください。そして僕らはそれをさあごちゃごちゃ言われるの嫌だから国の認可を取ったんですから、今回は必死に行こうって僕ら認可を取ったんですよ。かけた時間は半年以上かけたんです。僕らは何度も何度も足にキャント財務局に通って、ね、そして認可をもらったんですから、ね、偶然的にポコンとできたんじゃないんですよこの会社って、ね、皆さんを助けるためにこの会社を作ったということを理解してください。前の会社はもう前潰されたんですから我々は。だから今回は潰されない認可を取ってビジネスを展開してる、ね、でもあの時に作った既得権は今でも守られてる。ここでもらってる人いるでしょ。何百万何十万ってずっと15年間もらい続けてるんだよ。何にもしてなくてもいいですか。その収入もう一回皆さん取れるんですよ、ね、だからぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。権利収入ってね、本当に権利的に発生するお金を対価を、ね、皆さんが取るということです。取ったことないから分からないでしょ。僕らもうすでに取ってるから分かるんですよ。入り続けてるから、ね、何十年も、ね、そのチャンスを皆さん掴んでください。いいですか。1年後にビジネスやったら遅いですよ、うちのビジネスはね。今やることが重要なんです。今このタイミングでね、やっていただきたいなと思います。でね、別にいいんです、やってもやんなくても。それはどういうことかというと、皆さんが収入取れないだけの話、やった人が取れるっていうだけの話ですから、ね、チャンスをしっかりと皆さんが掴んでほしいなと思います。それと4番目、いい仲間と一緒に考える夢の実現と書いてあります。これはね、ネットワークビジネスということです、ね。このネットワークビジネスというマーケティングはね、おそらくですね、これはもう世界が作ったですね、ね、世界最高級のですね、マーケティングビジネスモデルです、ね。これを日本人はネズミ講というんです。これが大きな間違いです。もうネズミ講って言ったら恥ずかしいですよ。世界はこのマルチレベルマーケティングで大学ができる時代なんですよ。ね、ですから皆さん、とにかく日本のネットワークの会社がおる、今までの会社がそういう悪い歴史を作ってきたんですよ、ね、商品売れないからノルマをいっぱいかけて、
そして皆さんはそれを売りに行く、無理やり売ろうとするんですよ。当初ビジネスセミナー参加したらなんとなくいいなと思ったら、その後喫茶店に連れてかれて5、6人に取り囲まれてこの商品だったら私元気になったとかですね、いろいろ言われて断れなくなるんです。あれが嫌なんですよ。わかります？買わされるという感覚がある。うち買わされる感ありますか？今入ってるもの半年以下になるんですよ。喜ぶ人の方がでかい。しかもね、買い込みできませんよ。うちお一人様一口までなんですよ。入れるの10口入りたいダメです、ね、そしてうち在庫あります？商品いろんなビジネス皆さん在庫抱えていくでしょ。化粧品なんだって、ね、在庫たくさんあるんですよ。うち在庫ありますか？うち無形ですよ。保険で形がないでしょ。だから在庫抱えることないですよ。あとアフターフォロー必要ですか？アフターフォロー、ね、ネットワークってアフターフォローがすごい重要なんですよ。だって皆さんがなんかクリーム塗るビジネス始めてするでしょ、ね、で同じが買ってくれましたよ。そしたら1ヶ月後皆さん電話してどう、あなたクリームもそろそろないんじゃないって電話かけますよ。そしたらね、お友達があらまだまだ余ってるわよって言うんですよ、ね、そしたらね、違うのよあなた顔しか使ってないんじゃない、こことかこことか使うのって言うんですよ。皆さん一生懸命使わせるように言うでしょ。これアフターフォローって言うんですよ。そんなことしなくていいでしょ。保険ってだって一旦入ったら生涯一生涯かけ続けるんですよ、ね、ですからすごく楽なんです。こんなに楽なビジネスないですよ皆さん、ね、ですから一切ノルマもない、まあ、そういうふうに考えていただいて、あのね、皆さんがね、あの愉快なね、お友達とですね、いいですか、いい仲間と一緒にビジネスをやっていただきたいなというふうに思います、ね。それと最後、社会貢献活動ね、出た利益はみんなで分配していこう、社会でね、そういうふうなビジネスモデルがあると。じゃあ、僕らのビジネスモデルはどうなってんのっつったら、基本的に、いいですか、ユニレベルというやり方、直商会は何人作ってもらっても結構です。そこから広がる9段階です。9番目の連鎖までが出るよということですよ。で、10の555-3322って言ったら、全部足すと 37% になります。で、我々はね、保険会社出身なんで、大体ね、今までの代理店さんが契約を取ってきたら1件に対して大体 30% から 40% コミッション払うの当たり前の世界でいるんです僕らは。だから今回は 37% と決めただけの話です、ね、でそれを何人で割るのさ、9人で割っただけの話です、ね、だから9段階で出るよということです。そしてこのマルチウェブワーキングでこれを見た瞬間になんか上とかいう人いるんですよ、ね、ネズミ講とかね、いいですか、ああ、ね、上が儲かるんでしょうとかですね、そんな人が多いです、ね、いかにネットワークの会社なんていうかな、主催する会社が悪い会社が多いんだなということがよく分かるんです。僕ら社会で見てて、ね、ネットワークビジネスでいいですか、上が儲かるんでしょと思ってる会社、僕それネズミ講です。僕から言いましたらネットワークビジネスを皆さん分かってない証拠なんですよ。ネットワークビジネスの一番素晴らしいところは言えますか？ネットワークビジネスの一番素晴らしいところ今日覚えて帰ってほしいんです。ネットワークビジネスはいつ誰もがどのタイミングで始めても平等なんです。全ての人たちが平等なんです。そのフィールドも用意されてるんです。上が儲かるのはネズミ講だと思ってください。うちは上が儲からないんですよ。なぜかというとすでに上の収入をどんどん抜いちゃってる人がたくさんいるんですよ。なんでか分かりますか？上の人が頑張ってない、下が頑張ってるから、ね、その人たちは収入を上の人も超えるんです。当たり前ですよね。頑張ってる人もたくさん払う、こういう会社の考え方です。いいですか、なんか人言ってブワーッと儲かるのはダメなんです。これはネットワークっていうビジネスをバカにしてるというか、なんていうんだろうな、このいいマーケティングをつまらないものにさせてしまうね、他力本願ね、なんていうんだろう、棚からボタン持ちって僕の嫌いな人種が出てくるんですよダメですよ。ビジネスなんで、ビジネスやんない人は収入取れない、ね、こういうビジネスモデルは作んなきゃいけないです。だから僕らこういうプランですか。今日坂本さんがこの話を聞いた、ね、誰に言おうか、今日お友達になってくれた広瀬さん、彼に言った。彼はこのビジネスに感動した、すごいなこれと、サトシこれを広げるよと、どんどん広げた。そしたら2段階3段階4段階5段階というふうにどんどん人が増えていった、ね、そしたら2段階目の、ね、どんどん人が増えていっても、僕は実はこの 10% しかもらえない、広瀬さんの掛け金の 10% しかもらえない。例えば10人ここで紹介してる、例えばここに1000円ぐらいあったとします。10人分の掛け金の合計が、この1000円は2段階ですから、僕が欲しいって言っても取れないですよ。僕らのビジネスどうしてって言ったら、だって10の555ってもらえるんですよ。あれもらえないです。どうしてって言ったら、僕が直後1人しか紹介してないから。ということは1人の場合は1段階で終了です。
ここがいくら広がっても取れません、ね、じゃあこの2段階目の線欲しければどうしたら、ちゃんと僕が2人目を直で自力で消化を出さなきゃダメです。そしたら初めて2段階が取れるようになるということ。だから簡単でしょ。3人消化したら3段階ですよ。4人消化したら4段階取れるし、5人消化したら5段階取れるし、6人消化したら6段階取れるって言ってるだけですよ。簡単、ね、以上でうちはシンプルです、ね、でこの6人はスタートダッシュボーナスという考えになるんで、自分が登録をしていただいてから3ヶ月で6人やると6段階目の 3%、ね、これが取れるようになります。誰もが平等なら5人取ったら5段階まで収入が取れます、ね、ただその上を目指したい人は3ヶ月でまず6人を取る、3ヶ月以内で、ね、そうするとダイレクトエージェントというタイトルになって、うちからピンバッジが届きます。いいですね。でこのダイレクトエージェントになった人のみがいよいよ7、8、9段階に挑戦できるということになります。じゃあ5人で終わっちゃったらもう泣くのかさ、そうじゃなくて、直が12人になったら誰でもここは達成するようになってるから、せっかくだから登録したらスタートダッシュで3ヶ月は3人頑張ってほしいなというふうに思いました。ところがね、皆さんね、3ヶ月で6人やることを目標にしたらダメよ。どういうことか分かりますか。3ヶ月で6人って言ったら1ヶ月2人しか取んないってことでしょ。それは仕事と言いませんよ。1ヶ月で2人だけって、ね、だから大体6人は1週間から10日で決めちゃってください。簡単でしょ。親父、おふくろ、兄貴、弟、あ、僕の友達2人入れるだけ、これで結構です。とにかく6人揃えるということをしてください、ね、そしたら6段階目で取った人のみが7、8、9という段階に挑戦できるんですよ、ね、でこの7段階、8段階、9段階、ね、7段階目のパーセンテージを達成させるためにはブロンズというタイトルになる。8段階目を取るのはシルバーで、9段階目が最高タイトルでゴールドというタイトルになっています。いいですね。じゃあこれはね、条件が2つあります。まずブロンズ達成するのに条件が 1つ目、これ参加が自分で全部で自分から始まる参加が200人いうことが条件の1個目で、もう1つが参加ビジネスエージェント数のうち最も大きなグループの人数を除いた残りが100人、これいなきゃいけないという2つのルールがある、ね、例えば先ほどの広瀬さん、僕のケースに戻ります。広瀬さんのグループは、広瀬さんすごい頑張ってここから下に200人いたとします。じゃあ僕から数えたら全部で何人いますかって言ったら200人と、広瀬さんで201になります。202、203、204、205、206だから206人いるから200人以上は達成してますよ ね。ところがもう1個の条件をクリアしてません。それね、参加ビジネスエージェント数のうち最も大きなグループの人数を除いた残りが100人いなきゃいけないって書いてある。僕の一番大きなグループってどこですか。広瀬さんのグループが一番でかい、ここが覗かれちゃうんですよ。ということは僕はあと何人いますか。100人います。 1,2,3,4,5 人しかいない。だから7段階目が取れないんですよ。それを取るためにどうしたら100人いなきゃいけない、こっちで。でこの100人はここが50人のグループだった、でも全くやらない人もいます、この中で、ね、ところがここは30人のグループだった、合わせて80人、ここが10人と10人できたら合わせて100人になるんで、これで結構です。1本大きなグループ以外の人間は足してもいいから100人いってください、ね、それで達成するんですよ、7段階目は。いいですか。じゃあシルバーはさ、ここがただ単純に400人になって、ここが単純に200人になるだけ、数が倍になるだけ、そういうふうに思ってください。そしてゴールドはって言ったら、ここは1000人以上って書いてます。だからここから広がる1000人いなきゃいけないということ、ね、そしてこっちが300人いなきゃいけないって書いてある。ただここの条件は、最も大きなグループと2番目に大きなグループの人数を除いた残りが300人になってるから、一番大きなグループの広瀬さんのグループともう一本大きなグループが除かれちゃう。ということはこの2番目が50人になってるから、ここが除かれる。そしてこの3、4、5、6のグループで300人いないとダメだということです。いいですか。これを達成したことによってゴールドという最高タイトルの9段階の収入が取れると。じゃあ皆さんね、うちの収入どうなってんのって言ったら、10の553322というのはこれドライブプロテクトです。で今回の新発売した新商品の心配なしは10の553311にしてあります。なんでここ 1% ダウンしたんですかって、これ全部合わせて37、こっち34あります。会社がその 3% 儲けるんですかと思わないでください、ね、
ね、これはね、商品ごと支払い率が違うんです。いいですか。交通事故はそんなにないんです。今3万5000人の人が毎月1000円かけてくださってます。今のところ亡くなったのは全国で9ヶ月で今のところ1人です。払ったのは500万円だけ。いいですか。そんなに死亡のリスクはない。ところが入院することはあるんですよ皆さん。そうでしょ。入院は結構あると思いません、ね、だから支払いが多いので皆さん少しコミッション削ってるだけです、ね、で今後がここが次の商品はここが40取れるように作った商品を作ったりします。それは利益率が高い商品、ね、そういうのも出していくよということです。だから商品ごとにパーセンテージが違うということは理解しておいてください。いいですね。まあこのように出るよということ。じゃあこのパーセンテージを先ほどのゴールドエージェントで全部見たら、心配な人ドライブプロテクトが、ね、安いしどんどん入ってきますから、じゃあ皆さんの収入っていくらになるんですかって言ったら、皆さんがこれを直後今から1週間で6人作りますよね。ポン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 って6人。それじゃあ6人の人が全員6人ずつやるかさ、やらないでしょ。皆さんみたいに6人はやらない。だってやる人もいるしやらない人もいるから、ね、じゃあそれが 50% の力で広がったことを想定してください。 50% というのは6人作ったの 50% が3人ずつだということ。3人ずつパッて広がっていったらどうなるの。じゃあ最高タイトルの人でどうなるかというと、これがゴールドエージェントの皆さん月収です。これいいですか。月収いくらですか広瀬さん。440万。毎月440万から何するんですか。大丈夫ですか、ね、これが皆さんが取れるようになるということですよ。いいですか。いやいや坂本さんそんなにいかないという人もいます。じゃあ6人できない人でもどうですか。ここでも月収16万円ですよ皆さん。これ毎月皆さんが取れるのよ。今の皆さんの収入プラスアルファ16万あったら、皆さんこの大分だったら生活レベル相当変わります。そうでしょ。分かりますよね。プラスアルファ今16万あるんですよ皆さんが。生活すごい楽になると思いません。俺は今の皆さんの頑張りよっていくらでも取れるよってことを言ってるんですよ。いいですか。そしてこの後、まあ次の商品出たらどうなんですか。その分だけまたその収入が増えるんですよ、ね。だから今ドライブプロテクトで今昨年の11月から頑張ってこの中にね月収ね10万円取ってる人いるんですよ。いいですか。客単価は間違いなく今1000円で10万円取ってるんですよこの人。この人次の商品客単価おそらくね5000円以上になりますから、その人たちが全員入るんだよ。みんな家族丸ごとどうなると思いますか。収入は5倍になるから今10万取ってる人は50万になっちゃうんですよ。今5万円取ってる人は5倍ですからいくらですか。25万でしょ。今もうすでにご夫婦合わせて50万取ってる人いるんですよね。5倍ですよ。月いくらですかその人。250万ですよ。うちの多分最高タイトルの人はそこまで。たぶん300万ぐらいいくと思います。これ11月のコミッションでこれ証明されますから。11月。あ、そうかね。もう今9月から発売ですからね。もうそういう時代です。もうその11月になったら一気にコミッションで、それで生活できる人がいっぱいある。だから皆さんもそういう収入になるんですよ。ね。そのチャンスを皆さんが掴むということです、ね。しかもこんなに分かりやすい商品。そして、それ以外に皆さんにももっと収入が取られます。どうしてって言ったら、これは月々の継続の掛け金のことを僕言ってるだけの話です。それ以外にボーナス払います。何でしたら、先ほどのエージェント登録料って僕いくらって言いました。1万。そう、1万円。1万円も同じように10-555-3322で分配しちゃうんですよ。ということは1万円を 10% で還元すると私1000円です。5% で還元すると500円です。新規でエージェント登録した皆さんのグループの人数の人数分が入ります。これが別に入ります。いいですか。それがボーナスのコミッションとして1個あります。いいですか。例えば、ここだ、10の、ここはね10ですから、555で、ここの2から4段階に50人新規ができたよって500円が50人いるんで2万5000円上に乗っかるよということを言ってるんですよ。その数がいいですか、1000とか2000とか3000という人間になってくるんですよ。ネットワークを伸ばす人は3万5万人という組織になるんです。それが毎月決まった分の人数分だけ全部入る、ね、本当はこの1万円をうちの会社の利益にしてもいいんですよ。そう思いません。だって全ての資料を僕ら作ってるんです。これ全部皆さんに自由に使ってもらう、そのスタートキット代も1万円で買ってもらってるだけですから、本当は僕らの利益にしてもいいじゃないですか。僕らそれも全部分配するとしたんですよね、ですからその収入も皆さん取ってください。なかなか僕らの私利私欲を消すの大変でしょ、ね、だから皆さんの方が儲かるんですよ。どんどん皆さんが儲かってほしいなというふうに思って。でもう一つそれが、もっと出すのがダイナミックコンプレッションです。この制度を導入したので僕らは業界初です。ネットワークの業界でこんなに快進撃にして伸びてる会社もうないです。おそらく
もうこれからもないと思います、ね、でなぜここまで伸びるかというとこのダイナミックコンプレッションを入れたから。でこのダイナミックコンプレッションというのがすごいんです。今までユニレベルというのはペイラインって決まるんですよ、段数が、ね、そして人が広がっていく。そしたら10段、20段、30段で広がっていく。皆さんの友達はどんどん増えるんだけど、そこ50段目行ったって応援したって1円ももらえないでしょ。だって9段階で切られてるんだから。で他のユニレベルも全部そうなんです。10段で切られてる、例えば5段で切られてるというネットワークいっぱいあります、ね、だからその下を応援に行ったっていくらも取れなかったんですよ。ところが僕らはこの下も入れるんです。皆さんにどうやって入れるかというと、今あなたが持っているタイトルから参加にいる人の最も近い人のタイトルを引くと差額が生まれてるんです。この差額分は人数分全部皆さんに差し上げるよということをしたんです。でこの僕らこのプランを発表したんで、いいですか、これからネットワークという販売会社は悪いことをできなくなる。わかりますか、どういうことを言ってるかわかりますかね。ネットワークの会社はいかに間でお金をいっぱい跳ねて儲けてるかということがわかる。で僕らは全国でこれを言いまくってるので、これからのネットワーク会社はやりづらいと思います。ユニレベルでやる会社はもうね、多分うちに習うしか なくなってくる、ね、真似するしかないんです、そういう会社って。なぜかというと、もう悪いところ露骨に僕らが言うからです。ネットワークの主催してる会社ってすっげえ儲けてるんですよ、皆さん。皆さんが分からないところでね。どこが分からないかって言ったら、これ考えてもらっていいんですよ。いいですか、うちのビジネスって直1人作ったら 10% なんで、ね、2、3って広がってもそこ取れないって言ったでしょ、僕。2番目を取るんだったら、僕直2人作んなきゃいけないじゃないですか。そしたら2段階取れる。こう1段階2段階でしたら、広瀬さんからここ、これだけ広がってても僕、広瀬さん 10% しかもらえない。2段階に1、2、3、4、5、6人いる、ここに。ね、2段階目。この人たちの僕、パーセンテージを取るにはどうしたらいいか。もう一人僕、エージェント作んなきゃいけない。ね、それで2段階目が取れるじゃないですか。ね、ですから、2人取ったら10と5を足すと 15% でスター2というタイトル。僕が3人作ったら10と5、5を足すとスター3で 20% の権利を持つ。タイトルを持つということ、人によってタイトルが違うでしょ。だって6人やって全員6人ずつやらない、全員ですから。僕が1週間から10日で6人作ったんですよ、僕。そしたら僕は何パーセントを保有する人間ですか。難しいこと聞いてますか。どうですか、僕は6人作ったんです。そしたら6段階まで取れるでしょ。ということは僕はダイレクトエージェントというタイトルで 31% の権利を持つ人間だということです、ね、そういうふうに人によって違うということで、ここでいいですか、皆さん騙されないようにしてください。いいですか、この知ってトッポさんが2人作りました。でここが1人作って1人紹介した。これ2人作ってるんで10と5の権利だから2段階までしか取れないから、この人の 5% は取れませんね。これは当たり前です。ところがね、この後なんですね。ネットワークっていうのはね、いいですか、下から考えるってことを考えてほしいんですよ。この下からの発想を持つ人は結構いないんです。みんなね、10の555って上から数えるんですよ。違うんですよ。ネットワークって下から考えるんですよ。下から。下からの見方もある。このね、3番の人の掛け金、どこに分配されてるか一緒に見てください。いいですか、よく検証しましょうね。で、なんでネットワークの会社が儲かるか、理由が分かります。この人の 10% の掛け金を取っているのはこの2番だということが分かりますね。直紹介だから。ね。ということは、この人の掛け金の上にパーセンテージが分配されてるでしょ。この人の掛け金の15553322って上に行くでしょ。ネットワークだから。分かりますよね。じゃあ、この人の10は確か2番に入るんですよ。じゃあ、問題です。この人の 5% がこの1番に入るんですよ。本当は。入りますか、入る？入らない。入らないでしょ。なんですら、今度この1番の人の気持ちになってください。1番の人ってちょっと1人しか出してない。ということは、スター1だから 10% の権利しか取ってない人ですよ。ということは、この人の 5% ここ、入らないでしょ、これ。言ってるのかもしれない。この差額がどこに消えるんですか？え？どこに消えるの？こうやって。この一番上に誰がいるんですか？この一番上に。誰がいるの？わからない？皆さんの一番上にいるのは誰ですか？会社ですよ。だから僕に入るんです。ガッパがここに入るんですよ。だからネットワークの会社が儲かるってこと言ってるんですよ。言ってるの分かります？だからそれを全部
スリーピングボーナスとかいろんな言い方をして、おまかして取ってるんですよ。会社が跳ねてるんですよ。これを皆さんが気づかないんですよ。でもよく考えたら分かりますよね。だって誰にも払われてないお金があるんだから。だからネットワークの会社は純粋にめちゃめちゃ儲かってしまうということです。だからね、ネットワークマーケティングみんなやりたがるんですよ。儲けたいやつらは。いいですか？そんな会社に引っかかったらダメですよ。僕らは保険会社出身だからよかったですね。だいたい30から45は全部払う。この差額分は全部うちの会社は入れないっていうことをしたんですよ。ダイナミックコンプレッション、その発想なんです。誰に払うのって言ったら、一番頑張ってる人に入れてあげるってことを決めたんです、僕らが。じゃあ、この人の 5% 取り逃したでしょ、1人ね。どうやって見るかというと、この上を見るとスター1です。この上を見るとスター1ですね、この人。ところが上を見るともう一人ってスター2でしょ。皆さんのこれ、タイトル高いじゃないですか。この人に差額を入れるよっていうふうにしただけです。ということは皆さんこれ、皆さんこの知って特効された 15% のスター2。しかも下にはスター1しかいないから引くと 5% 余ってる。差額が生まれてる。この差額は全部ダイナミックコンプレッションとして皆さんに入るよというプランを作ったんですよ。これが今全国で受けてるんですよ。この差額だけで月収もう5万、10万、20万、30万、40万、50万という人が続出してる。この差額へ。なんでそんなにたくさん差額がもらえるのって。ね、簡単です。今から皆さん1週間でいいですか、直6人やります。そしたら 31% の権利を持つ人です。ところが下にいる人はみんな1人や2人とかちょこちょこやっていくんですよ。じゃあここの1つの位置系が全部1でつながったら、これ一番分かりやすいんです。全部スター1でしょ。ということは31から10引くと 21% 差額ある。この 21% 分の差額が全部ダイナミックコンプレッションとしてここに入る。いいですか。この皆さんから始まる組織は全て人数分差額分入れます。ネットワーク伸ばす人は3万人とか5万人の組織を作るとか、その全員分の 21% 入ってみてください。簡単ですよ。ドライブプロテクトだけで考えてください。1000円の 21% は210円でしょ。1人で210円がここに下に10人いたらいくらですか。200円で10人いたら、広瀬さん2100円。じゃあ100人いたら2万1000円。じゃあ1000人いたら21万になるでしょ。わかりますか。だから20万超えてるでしょ。今一番最高を伸ばしてる人は今まもなく6000人になろうとしてます。その差額わかります。それが入ってるんですよ。そしてもっとすごいのは、先ほどのエージェント登録料というものもダイナミックするんです。エージェント登録料っていくらですか。1万円でしょ。1万円の 21% っていくらですか。1人2100円ですよね。はい、広瀬さん2100円が10人いたら2万1000。100人いたら21万。1000人いたら210万。わかりますか。これが人数分全部入るよっていうふうになってる。だから皆さんはこのダイナミックコンプレッションだけでも相当収入が取れます。組織をだから下に伸ばしていくということをやってください、ね、これを今回僕らはプランとして作ったよということです。十分9段階の有利レベルも取れる。で、9段階の有利レベル以外の下の差額も取れる、ね、差額が発生している限り払うよというふうにした。よくそんなに払って大丈夫っていう人がいるんですよ。大丈夫です。差額しか払ってないから、ね、だって例えば皆さんがゴールドになるじゃないですか。 37% で最高タイトルね。そしてここにダイレクトエージェントさんができたら37から 31% の差額が 6% なんですよ。この 6% 分が入るだけの話です。いいですね。で、ここにシルバーさんがいました。37から35を引くと 2% で、で 2% 入る。で、皆さんの直にゴールドさんができました。37から37引くと差額はゼロじゃないですか。だから 37% の吐き出しは超えないんですよ。だからうちは安定的に払い続ける、ね、しかも余すことなく利益をね、うちの会社に入れないで頑張ってる人に出せるプランを作ったということですよ、ね、これが今回うちのプランです。ですから業界初でここまで伸びてるということです、ね、今そして2本目の商品が出たばかりです。新商品 ねおそらく我々の会社、前エキスパートアライスという会社がですね、立ち上げした時にね、1年で僕らね最初2億円まで行ったんですよ。ですから2億だったんです。最初前の会社その次10億やってで20億51 104 193か350やって保険会社まで作りました。以前僕らは、ね、これ今僕ら創業今8ヶ月で今ここ4億いってます。
そしてこの4億ってまだこの新商品を出してない時で4億ですよ。わかるかな、ね、この3万人の人たちはね、今ドライブプロテクト1000円しか入ってない。ところが次のこの医療保険はどうですか。自分だけで入りますか。違いますよ。家族丸ごと入っていくんですよ。ということはどうなると思いますか。ここが一気に5倍になるってことは20億ってわかりますかね。こうなるということですよ。ということはこのエキスパートライアンスって昔ね、いいですか、ネットワーク業界で一世風靡した会社ですよ。僕はそれの10倍のスピードで伸びてるんですよ、ね、だからこのチャンスを皆さん掴んでください。相当皆さん大きな研究収入を取ることができます。以前は数百万取った人はたくさんいるだけの話、ね、今度は多分1000万クラスもかなり出ると思います、ね、だからそれを皆さんが取るチャンス、ね、その今第一歩に立ってるんですよ。いいですか、ね、特に若い子20代、ね、以前やった時みんな20代で数百万取ったから。僕の友達だって26歳で僕らスタートしたんです、エキスパートアライアンスは、ね、もう数百万取ったみんな海外行ってるよ。そして今回この会社を立ち上げる人は増え増えたらみんな戻ってきた。なぜかというともう一回この研究収入を掴みたいから。そうでしょ。これだけ継続的に発生続ける収入はないからです。しっかりと皆さんの研究収入を引き継いでいただきたいというふうに思います。じゃあすいません、長時間になりましたけどね、今日はここで終わりたいと思います。そして、今日ね、皆さんね、このね、漫画25部で1000円、そして、こちらのカタログ30部で1000円、後ろでお分けしてます。あのね、郵送費かけたらね、クレジットカードで買うとね、決済代金、まあ、まあ、なんちゅうの、郵送費もかかると高いです。現地に僕持ってきたんで、今もう格安で皆さんそのまま小分けできるので、ね、必要な人は後ろにで購入を求めてください。では、長時間になりませんけども、今日はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした、ね、保証の内容は今日メインに、ね、お話ししていただきましたけど、本当に今月出たばっかりの保証、私自身もですね、体感しております。母の入院、父の入院でですね120日とか言ってですね、